先制のチャンスは北九州 PK です。井上が決めました。北九州4試合ぶりの得点、10月初めての得点になりました。ペナルティーキックから井上、見事中央上の部分に決めました。ようやく胸の疲れが降りたような北九州サポーター、1対0、北九州が均衡。